東急田園都市線で午前5時半過ぎに架線トラブルが発生し、一部区間で4時間以上にわたって運転を見合わせましたが、先ほど運転を再開しました。一時入場規制が行われた東急二子玉川駅から中継です。先ほど30分ほど前まではこの床のタイルが全く見えないほど大混乱の人であふれていました二子玉川駅田園都市線です。先ほど9時57分全線で運転を再開しました。今朝5時30分過ぎ、渋谷駅の隣にあります池尻大橋駅付近で架線トラブルがありまして、二子玉川渋谷間で運転見合わせとなってしまいました。このため神奈川のベッドタウンと都心を結ぶ大動脈は都心に入るところでストップしまいまして、この二子玉川から先に行けなくなったお客さんが溢れて大混乱となりました。バスにも乗ることができません。タクシー乗り場も長蛇の列です。そして国道246号も大渋滞となって、お客さんは動くことができなくなってしまいました。利用者の声をお聞きください。この前も停電とかあってまた遅れちゃうなって思ってちょっと困ってます。結構立て続けだと参っちゃいますね。最近もね、なんかいろいろあったからどうにかしてほしいです。架線トラブルは朝5時半ですから、ほぼ始発から4時間半にわたっての全線、この一部区間のストップとなりました。今ようやくいつもの朝を迎えた二子玉川駅です。